こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴とチャンネル登録、コメントもありがとうございます。ロシア海軍の黒海艦隊の機関モスクワの撃沈に続き、ウクライナ軍はまた大戦火を上げたという速報が届きました。今度は、ロシア黒海艦隊で機関モスクワに次ぐ大型艦であるロシアのフリゲート艦アドミラル・マカロフに またもや、ウクライナ軍の巡航ミサイルネプチューンが命中して大破炎上したということです。今日はこのことについてお話します。船舶と海上交通に関するメディア、マリタイムエグゼクティブの5月6日の報道によりますと、ウクライナの国会議員、オレクシー・ゴンチャレンコは、 ウクライナ軍が国会でロシア海軍のフリゲート艦アドミラル・マカロフを攻撃することに成功したと発表しました。これはソーシャルメディアでのゴンチャレンコによる声明です。その声明によりますと、ウクライナ軍の巡航ミサイルネプチューンがロシア黒海艦隊のフリゲート艦アドミラル・マカロフに命中し、ロシア艦マカロフは 大破炎上したということです。これは4月中旬にロシア国海艦隊の機関モスクワがウクライナ軍のミサイルで撃沈されたことに続くロシア軍にとっては大打撃となります。ちなみにこの映像はウクライナ軍のネプチューンミサイルが命中して大破炎上しているロシア海軍のフリゲート艦 マカロフの映映像像だとしてて SNS に上がっている映像ですこの映像についてアメリカのメディアフォーブスはこれは燃えている軍艦を描写した映像ではあるがこのビデオが実際にロシア海軍のフリゲート艦マカロフが炎上している映像であるかどうかのその信憑性についてはまだ確認されてはいないと報道しています。 ただ私が見る限りでは、燃えている艦船は角度が変わりつつ上空から撮影されており、おそらくはウクライナ軍のドローンのバイラクタル TB2 から撮影されたアドミラル・マカロフの映像なのではなかろうかと想像します。先月中旬、ウクライナ軍は今回と同じミサイル・ネプチューンで、ロシア海軍国海艦隊の機関である巡洋艦モスクワを撃沈していました。 アメリカ国防総省は4月15日にロシア海軍国会艦隊のフラッグシップである巡洋艦モスクワにウクライナ軍の対艦ミサイルネプチューン2発がモスクワに命中していたことを確認したと明らかにしていました。巡洋艦モスクワは排水量12,500トンとロシア海軍国会艦隊の中でも最も大きな船でした。ロシア海軍国会艦隊のフラッグシップ フラッグシップとは、機関とも旗船とも言いますが、司令官やその爆僚が上官して、船の中から指令命令を発する船でした。今回、ロシア国会艦隊の機関モスクワに続いてウクライナ軍のミサイルで大破炎上したアドミラル・マカロフは、排水量トンこそ機関モスクワの3分の1ほどの 3620トンに過ぎませんが、機関モスクワ亡き今、現時点でロシア国会艦隊で最大級の艦船であり、しかも機関モスクワが40年以上前に作られた老朽艦だったのに対して、今回ウクライナ軍に攻撃されて大破したアドミラル・マカロフは7年前に浸水し、5年前に収益したばかりの ロシア海軍の中でも最も新しい新鋭艦でした。それだけにロシア軍が受けた衝撃の大きさは計り知れないものと思われます。今回、ウクライナ軍のミサイルで大破炎上したアドミラル・マカロフは一般にフリゲート艦と言われていますが、一体フリゲート艦とは何なのかわからないという方のためにご説明します。フリゲート という英語自体は決して新しい言葉ではなくて、風を推進力とする帆掛け船の反戦時代からあった言葉です。フリゲート艦を簡単に言うならば、巡洋艦と駆逐艦の間のクラスということになります。ですから、私は今回この動画でロシアのアドミラル・マカロフを軽巡洋艦、軽巡、 と呼ぶことにします。第二次大戦中の日本の軍艦を例にすると分かりやすいと思いますので、旧大日本帝国海軍の艦艇を例にしてご説明します。今回、ウクライナ軍のミサイルで攻撃されて大破したアドミラル・マカロフは、排水量が3620トン、満載排水量で4035トンです。 この大きさに相当する第二次大戦中の日本の軍艦といえば、軽巡洋艦夕張り3300トンが挙げられると思います。マカロフの全長は125メートル、軽巡夕張の全長は139メートルでした。ちなみに、前回ウクライナ軍によって撃沈された機関モスクワを 第二次大戦中の日本の軍艦にサイズ的に比較すると、重巡洋艦の妙高が同じくらいのサイズ感になります。ロシア黒海艦隊の機関モスクワの排水量は12,490トンで、日本の重巡・妙高の排水量もほぼ同等のトン数です。モスクワの最大速力は32ノットで、 日本の従順妙高の最大速力は35ノットでした。前回撃沈された機関モスクワの場合、ロシアの司令部は、陸上からの巡航ミサイル攻撃の可能性をほとんど考慮せず、最高の準備条件を一貫して実施しなかったという人為的な見落としの可能性が高いとされてきました。しかしながら今回は、 前回のモスクワ撃沈で警戒を強めていたはずの国海艦隊で、中でも親衛艦であるマカロフに、ウクライナ軍のミサイルがまたも命中したことは、ロシア海軍にとっては極めて衝撃でしょう。機関モスクワの場合は対艦ミサイル2発が命中し、艦内に積載していた弾薬のロケットモーターが発火してしまったことが、沈没の原因だろうとされています。 今回のケージュンマカロフの場合はまだ沈没は確認されてはいませんが、もうロシアは5月9日に戦勝記念式典を行うどころではなくなっているというのが現状なのではないでしょうか。今日はこの辺にします。最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた。